り疲れたな。町にあるスピナディロースらの拠点に戻って休まないか。確かこの前ナビアが部屋を用意してくれただろ。ほら行こうぜ。機械装置の構造と原理さえ分かっていれば故障は特定できるけど、一人の人間を理解するとなるとこれよりもはるかに難しい。どこを漂流していようと、あの場所の火が灯っている限り、僕にはまだ帰る場所があるんだ。海底へ行きたい。一人で静かに過ごしたい。機械装置の構造と原理さえ分かっていれば故障は特定だ。
けど、一人の人間をかつて天空には栄光の王国があった。国王は王位継承者第一位に暗黒の国へと行き、創世の真珠を探すよう命じた。こうしてかの者は真珠を探す旅に出た。しかし彼女は騙され、自身の高貴さを忘れてしまう。そして自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった。でも心配はいらない。なぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだ。これは君の長い旅の気候であり、君たちの真珠の歌である。となるとこれよりも春。逃がさないわよ。これ、すまんすまん。ちょっとビリビリさせないとね。はあ、ふは、痺れなさい。おとなしくしやがれ。風邪ひくなよ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。ふっ、はっ、はっ、はぁ、やみつきになれ。この瞬間、お前は永遠を手にする。これ雨描きがたし、歌よ錦となれ。おとなしくしやがれ。すまんすまん。
こいつはどうだ。コカ奥義。この瞬間お前は永遠の手にする。おとなしくしやがれ。断罪の名においウサギ伯爵、しつっかい。これ、風邪ひくなよ。もう逃げ道はないよ。はっ。ひゃ、黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。おとなしくしやがる。頼んだわよ、百発百中。こいつはどうだ。すまんすまん。お嬢様の仰せのままに。この剣はわかるかい？おい。妖剣の蝶。さあ、おい。ねえ、料理の時間だよ。話が通じないなら。さあ、ゆるか。星の御加護は呼びかけに応える星たちよ。さあ、ヤッホー！ケムラー！おい、ホープ！来た！サイ！コカ奥義！師匠の技を食らいなさい！邪魔しないで、こうなら…超拡散形態。は、答えなさい。動かないでね。いくよ。イエーデン。フミ、私は帰ってきた。いや、せ。6308式ユニット、7号式モジュール。夜の権限。ユエーブイ、出番だよ。痛いに飛んでけ。はぁ、うん、頬を垂れろ、高き者。私は下げず。ふん、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 せ、ふん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 、
この同点も。同点についてのご質問でしたら、しっかり立ってな。
でもいいのよ。星と深淵を目指せ。星と深淵を目指せ。
備が必要です。指令をお出しください。
禁止岩王帝君のために。禁止、この仕事は排除するべきですね。
触り禁止、風雪の縮図。Thank you.
書の価値はそれを鑑賞する目によって決まりますのよ。Thank you.
機械装置の構造と原理さえ分かっていれば故障は特定できるけど、一人の人間を理解するとなるとこれよりもはるかに難しい。Thank you.
たちと銀行ごっこをしようかしら。時間はだから言ったの、あいつらは信じてくれなかったけどな。おっしゃる通りです。時間はだから言ったの、次はあの子たちと金庫ごっこをしようかしら。コレクションの価値は腕を発祥するメニューって決まります。ええ、はい、おっしゃる通りです。時間は超えなきゃいけないんだ。だから言ったろ、あいつらは信じてくれなかったけどな。どこを漂流していようと、あの場所の火が灯っている限り、僕にはまだ帰る場所があるんだ。機械装置の構造と原理さえ分かっていれば故障は特定できるけど、一人の人間を理解するとなると、これよりもはるかに難しい。だから言ったろ、あいつらは信じてくれなかったけどな。それを解消するメニューって決まりますよね。ええ、はい、おっしゃる通りです。時間は超えなきゃいけないのだ。誰もいない海底へ行きたい。一人で静かに過ごしたい。
収拾のつかない仕事じゃないといいが。
疑っちゃいないよ。どの目が出るかしら。全部丸見えね。知識はあなたに。ロンベールス、お別れの時間。カンパ到来。うわっ、しっかり立ってな。かかれ。ほっ、糸よ、工作せよ。この身、無礼者は必ず苦戦される。追って。必ず訪れる。ナグっ
あげられたいの。捕まえた。どの目が出るかしら。トン、やっ、トン、やっ、シャッ、やっ、ラグサのリン。痛がっちゃいやん。待て、カンパ到来。あら、役払い。
何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。知ることがないなら、私が遊びに連れて行ってあげましょうか。丸見えね。やっばれかかって糸よ、工作せよ。タン、うん、めまいが。タン、せい、せい、やっ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 、ふん、痛くしちゃうかも。しっかり立ってな。ふん、
情報提供者から知らせがあったわ。うん、どうやらまた新たな変数が現れたようね。自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。
悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。情報提供者から知らせがあったわ。うん、どうやらまた新たな変数が現れたようね。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。この世を渡り歩くには、より多くの身分を持った方が便利なの。君にも、いくつか作ってあげようか？でもいいのよ。Thank you.
何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。好奇心ね。
な。
でもいいのよ。今日ね。手をつなぎましょう。やくばれ。どの目が出るかしら。しっかり立ってな。
散乱せし罪に言葉なき手がかり。どうやらまた新たな変数が現れたようね。やくばれ。いたがった家に糸よ、工作船。これこそが知恵の伝道。地雷発除。キンクやで。花火見いひん。僕に命令して。今回もうまくいきそうだな。
しっかり立ってな。はびこりなさい。ものかしら。急がなくてもいいのよ。渚のリン痛がっちゃいないの。急がなくてもいいのよ。せっさ
てな。誰からの贈り物かしら。なぐさのリン相手を間違えたな。痛がっちゃいない。いいとよ。交錯せよ。はっ、たほっ、よっ。今回もうまくいきそうだな。相手を間違えたな。
からの贈り物かしら。
星と深淵を目指せ。追加料金が必要です。だから言ったろ、あいつらは信じてくれなかったけどな。はい、おっしゃる通りです。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。星と深淵を目指せ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。急がなくても。はい、うん、うん、それは、うん、
この同点も同点についてのご質問でしたら、
星と深淵を目指せ。渚のリン、痛がっちゃいない。
かかれ。せっ回って走行開始。ベールス短波到来。ベールス回って今よし。でもいいのよ。やばれ。
て。覚えたわよ。ヤンヤン。でもいいのよ。
なくてもいいのよ。全部丸見えね。紹介だってな。かかれ。どの目が出るかしら。さよっはっはっやっはっよっそうやあら名草のリンいつってな。
殴られたいの。なくてもいいのよ。散乱せし罪に言葉なき手がかり。つなぎましょう。うん、塵も積もれば山となる。しっかり立ってな。
寒波到来。名草の凛、三乱世子在に言葉なき手がかり。はりこりなさい。おう。
渚のリング。よし。でもいいのよ。
や、急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。Thank you.
出しても無礼者か、うん、痛がっちゃいない終わりでーせーし、しっかり立ってな。
私にはわからない。かかれ、どの芽が出るかしら。驚かせてしまったか。しっかり立ってな。おとなしくしな。待ちなさい。待て。お別れの時間。せフェルス。聞いたみたいだ。手をつなぎましょう。役割。痛がっちゃいない。終わりで撤収。体勢を整えよう。
まだ始まったばかりだ。強化目指せ。相当開始。力を出せ。いや。カンパ到来。いけない。ベイルス。回って。しっかり立ってな。まずはこれを。手をつなぎましょう。カンパ到来。いけない。捕まえた。痛くしちゃうかも。せん。機械装置の構造と原理さえ分かっていれば故障は特定できるけど、一人の人間を理解するとなると、これよりもはるかに難しい。